まあ、もともとそのアントワープにいた時に、まあ、すごい、まあ、好きなアーティストというか代表するアントワープのアーティストなので、まあ、彼はもともとすごい好きだったんですけど、まあ、その彼の一番面白いなと思ったところはその、まあ、その空を飛ぶとか宇宙的なものとかそういったものに永遠に憧れ続けて、その飛べない UFO とか飛べない飛行機とかそういったものを手作りでずっと作り続けた生涯人で、まあ、そのフューチャリスティックな部分と、まあ、そのちょっとしたアナログ感みたいなものがすごい僕は好きで、今回それをやりたいなと思って、まあ、彼 の, 作品にも出てくるような、まあ、UFO を作るときに出てくる、ま、窓みたいなドットとかそういった、まあ、あとはすごいマットな、まあ、フューチャリスティックとは全く真逆にあるものとフューチャリスティックなものを同時に合わせ持つというかルックの中に混ぜ込むということを今回やりました。今回、スケートシングさんにもともと僕は90年代学生だった頃からすごい憧れの人で、まあ、リラックスとかああいったところですごい見ていて憧れのアーティストだったので、まあ、今回お願いしてオリジナルの、まあ、そのパナマレンコのコンセプトをお話しして、まあ、僕自身の好きなものとかいろいろな対話を通して、まあ、コラボレーションできたということで、まあ、ブラックボックスっていうのはその中が見えないみたいなものなんですけど、その中から光が満ちていく、まあ暗いボックスの中から光が溢れ出るような、まあ、僕は一回もそのショー形式で発表したことがないので、まあ、ちょっとそういったリンクもありつつその光が漏れていくような、はい、